顔に、シワのあるネパールの高齢女性。シワは、皮膚や布のような、滑らかな表面にできた、折り目、ひだ流気のことである。皮膚状の線は、シワと称される。皮膚のシワは、典型的には、老化過程であり、光による損傷や、透過反応、睡眠姿勢の習慣、体重減少の結果、あるいは一時的に、長時間浸水したことで現れる。また、 表情の習慣、喫煙、潤いの不足、その他様々な要因によって促される。レチノイドのトレチノインは、小じわ荒いシワを含む、老化の兆候を改善する。シワに、ヒアルロン酸の注入剤、眉間のシワにボツリヌストキシンの注射が、米国で承認されている。グリセリニアヒアルロン酸など保湿剤は乾燥性の、小じわを目立たなくする。 日本で医薬部外品の効能として乾燥による小じわを目立たなくするや2016年以降、シワを改善するの効能でニールワン、レチノール、ナイアシンアミドが承認されてきた。皮膚状の線はシワと称される。幅、深さが1ミリメートル未満であれば小じわであり、それ以上は粗いシワとされる。角質層の保水性が低下すると俗にチリメンシワと呼ばれる。 細かなシワ、小じわができ、これは、目の下や目尻にできやすい。紫外線によって、繊維目細胞が老化すると神秘じわができる。また、チリメンシワは、皮膚が主観することで生じ、洗浄シワは、目尻や額に生じ、図形シワは方にひし形などで生じる。他にも、表情シワは、表情が現れた時に生じ、一方、 固定しわは無表情の場合にも出ているしわである。顔のたるみによって生じる折り目も、しわと呼ばれる。加齢とともに生じる、全体的な皮膚変化としては、全体的に薄くなり、針がなくなり、特に顔、首、関節部にしわが生じてくる。屋外労働者など、紫外線を受ける部位では、特に顕著で光老化と呼ばれる。 シワ自体の発生率について2008年の調査では、データが見つからず、オーストラリアの30歳未満の男性の72%、女性の47%に中等度から重度の光損傷があり、また、日光核化症と皮膚癌に関連していることが分かった。白人では、シワが多く生じ、黒人では、光損傷の報告は、ほとんどなく、アジアの人種では、 白人よりひどいシワではないが50歳頃から目立ち始め、フランス人に比較して中国人ではシワの発生は10年遅い。閉経後の女性のホルモンのエストロゲンの分泌現象はシワを発生させホルモン補充療法を受けていた場合に優位に少ない。喫煙者の重度のシワのリスクは短期間喫煙していたものの2倍以上である。シワの形成は 皮膚の繊維症の一種である。ご修復蓄積老化理論は、男性繊維とコラーゲン繊維の傷が不完全に修復されることでシワの形成が進むことを示している。身長が繰り返され、皮膚の細胞外繊維が傷つき、破損した男性繊維やコラーゲン繊維の一部は変化した繊維に置き換えられる。シワの改善で見た目年齢は10歳以上若返るとも言われている。 睡眠時のシワは、睡眠中に顔が、枕やベッド、敷布団に圧迫されて生じ、強化されていく。これは、表情筋によるシワとは異なる。表情ジワと同様、シワの原因となっている、睡眠姿勢の習慣が変わらなければ、睡眠ジワは深くなり、永久的になることがある。長風呂によってふやけた指、水深によるシワは一時的である。 21世紀初頭では、血管収縮に関連しているとされる。水が、電解質のバランスを変化させ、血管が収縮し皮膚の下の水分量が減少し、シワを生じさせる。以前の1935年までの一般的な説明では、ケラチンのある上皮が吸水したというものであった。しかし、1935のルイス・トピカリングによる研究は、 小中神経麻痺の患者にふやけが生じないため、神経系が必要な役割を果たしているとした。レチノイドのトレチノインは、1980年代、後半から研究が活発となり、6ヶ月後には、小島荒氏は、色素沈着やたるみを改善しており、より長期のランダム化比較試験も存在する。日焼け止めを併用することが推奨され、トレチノインの副作用として、 広範や皮膚炎を生じることがある。ヒアルロン酸の注入剤は、米国で21歳以上の人のシワへの使用が承認されている。グリセリンなどの保湿剤は乾燥性の小じわを防ぐと考えられているが、ヒアルロン酸も化粧品に多用される成分である。ボツリヌストキシンの注射は、表情筋の収縮を妨げ、米国では成人の未見のシワに承認されている。 外用成分として、ペプチドのアセチルヘキサペプチドマイナス3はよく使われており、これは、ボトックスの作用を模倣した成分である。日本では、1985年に、医薬部外品の小じわの効能が削除されて、以降、評価のためのガイドラインを作成し、再び2011年より、乾燥による小じわを目立たなくするという医薬部外品の効能表示が承認され、 その後、シワを改善するという効能のための評価法のガイドラインを作成し、2016年より承認されてきた。欧州には EU 化粧品指令にアンチ・リンクルプロダクトが設けられており、韓国では化粧品法で、皮膚のシワ改善を助ける製品という機能性、化粧品が認められている。レチノールについては、皮膚刺激が少ない成分も注目されている。 ST ローダーは2018年の国際皮膚科学調査会議にてレチノールの皮膚刺激性や工学的な不安定性は化粧品に使用するための欠点だとしこうした点が改良されたヒドロキシピナコロンレチノアートを説明したレチノイドと構造的類似性のない植物成分のバクチオールがレチノール様の遺伝子発現を誘導しシワと 色素沈着が減少することが確認されている。レーザーやレチノールのようではなく、より肌に負担をかけないナチュラル思考により2019年には、各メーカーが、バクチオールを成分に採用するようになった。乾燥による小じわでは、延べ892人の男女で、化粧水、美容液、乳液、洗顔など、全45種類の化粧品を、 シワ評価のガイドラインに従って半眼に塗るよう、ランダムに割り当てし分析した結果、肌が潤いやすい夏には、効果は現れにくいが、夏以外では、角質水分量が増加するとシワが改善することが、示された。アンチエイジング化粧品によく使われているペプチド、パルミトイルペンタペプチドマイナス4や、ドペプチド GHKCU は、コラーゲンの生成を促すとされる。 2016年のレビューは、成長因子や肝細胞を用いた化粧品は、ランダム化比較試験による証拠が欠けているとしている。ランダム化比較試験で、マイクロニードリングと肝細胞培養液の併用は、マイクロニードリングのみよりも、シワと色素沈着を優位に改善、シワと毛穴を改善した。2017年の調査では、顔に、軽度から、 中等度のシワのある人々で、ハンガーに比較試験を行ったランダム化比較試験が6件、見つかり、CO2 レーザーは ER、ヤグレーザーよりも有効で、逆に、副作用では ER、ヤグの方が良好であった。2008年の調査では、ケミカルピーリングで改善するかについての証拠はないが、後半が生じるリスクはあるとした。ありがとうございます。